孫悟と義経は呂布そして清盛を撃退した。孫策も合流し息上がる午後、孫権はついに決断を下す。孫悟は攻めに転じる。圧倒的な力で他者を制する清盛を破るべく、圧倒的な武で他者をほふる呂布を止めるべく、孫悟の兵はついに正路についた。目標は呂布の不在により手薄になっている呂布の本営傭兵館だが、その途中孫悟の先方はオロチ。何やら前方に軍勢が見えるが。おいおい、まだ傭兵館じゃねえぞ。ここは桶狭間だ。しかもあれは呂布軍じゃねえ。竹にスズメの伊達の旗と来たもんで。伊達？オロチの元にいた小僧か。各地で乱を起こしている。オロチに代わって世を支配するって息巻いてるってよ。何にせよ傭兵館に向かうには奴を抜かねばならぬ。全軍進め。伊達の小僧ごときに孫悟の進軍の邪魔はさせない。向かってくるなら受けて立つ。我らが志し阻む者どもを打ち取るのじゃ。なんで俺たちが郊外を助けるかが。これは総秘道の真偽をあってのことや。
討ち取った。物の手の誇り、戦場に示せ。敵将討ち取ってと。これでもかかって来やがれ。だから攻めてきたか。俺が相手だ。敵将討ち取ったり。かかれ！一気呵成に砦を落とせ！南方の敵は私にお任せを。前線は我らが支えます。感動を進みやれ。
んなガラキの始末、お茶の子さいさいだぜ。瓦礫を吹っ飛ばしたか。さすがゴエモンよ。もうひと踏ん張りするだよ。全力で食い止めるのみ。
策や剣は互いに争った勝利の裏には、我らのために振り回すと傷ついた者がいたことを忘れてはいけない。それゆえ殿は慎重に動かれていたのです。二度と同じ悲劇が起こらぬよう。だがすでに呂布と清盛により世は乱された。長き島民もこれで終わりだ。呂布も清盛も我が総がで裂いてくれる。